ねえねえ、オーバル、レースを予想するにしてもどんな選手が出走するかわからないといけないよね。そのために出走表というのがあるんだよ。あ、ケコちゃん、これどうやって見るの？出走表、まずは予想したいレースを選ぶよ。選手の所属と S 級、A 級、B 級のランクがわかるね。数字はその級の中での順位。ランクは半年ごとに審査されるんだよ。ハンデは選手のランクや直近の成績によるタイム差をなくすため、スタート位置につける距離によるハンデ制度のことなんだ。10メートルごとに最大110メートルまでラインが引かれ、10メートルイコール 0.01 秒のハンデが対戦する選手によって決められるよ。これは試走タイムと合わせてレースを予想するのにとっても重要で面白いポイントなんだよ。深くなってきた。